6時に始まりました今日の試合、1回終わって0対0です。金村そして工藤といいピッチングを展開しています。藤本さん、はい、共にビッグバン打線、はい、ダブルクリーンアップという強打を売り物にしているチームなんですが、そうですね、今日はピッチャー立ち上がりいいもんでね、はい、ひょっとしたら投手戦になるかもしれませんね。そうですね、はい、まあ、両エースと言っても、ね、過言ではないですからね。そうですね、4番の田中からファイターズ2回の表の攻撃です。129キロのスライダー。日本ハムではこの田中君と片岡君が怖いですよね、この2人がね、はい、大栄戦はよく打つんですよね。そうですね、当たってるんですよね、はい、ただ昨年を見ますと福岡ドームではあまりファイターズはホームラン打ってない、はい、打てないんですね、打てないっていうかこの球場が広いですからねどこのチームもあまり打ってないんじゃないですかビッグバン打線でねドームではね3本なんですね。あ、少ないですよね、まあ、バッターからすればあのホームランバッターからすれば嫌な球場ですよね。そうですね、しかもあの両翼100メーター、センター122メーターという広さなんですが、はい、グリーンモンスターと言われるように緑の怪物と言われるようにこのフェンスが高いんでね。そうですね、これでみんなのフェンスで当たって、二塁打あるいはよくて三塁打ということになりますもんね、はい、このフェンスは5メーター84センチもあります。反対に足の遅い選手はフェンスに当たればシングルヒットになる可能性ありますからね。そうですね、はい、そうなんですよね。よくありました。そうも、はい、そうですか。ただ藤本さんはあの宇宙右バッターでありながら宇宙間を抜くバッティングというのは素晴らしかったですね。まあまぐれだと思うんですけど、ね、いやいやいや、そんなことありませんが、やはりあのバッティングの基本というのはセンター返しと言いましょうかね。そうですね、僕ももともとは引っ張りだったんですけど、それはセンターが右に打球が飛ぶことによって、はい、率が少しでも良くなってきましたよね。上がってね、はい、そうでしょうね。今年の井口君がそうだと思うんですよ、はい、去年の後半ぐらいから今年にオープン戦にかけて打球がセンター方向に飛ぶようになったんですよね、はい、その辺が井口君のその調子が、まあ、調子っていうか率が良くなってくる原因の一つになると思うんですよね。キャンプではとにかくセンター返しに努めたということですからね、はいはい、今年は期待してもいいと思いますよ。そうですね、はい、ですから今井口選手の話が出ました。1回目はこの井口選手は凡退いたしました。三振に終わっているんですが、昨日までのアベレージが2割6分7厘。どうですか、藤本さんとしては3番で最低何割ぐらいはマーク。そうですね、2割8分ぐらい打てば、ね、はい、いいと思いますよ。ホームラン30本。この球場ですからね。はあはあ、なるほど。まあ20本でもいいからその得点圏でね、その打てるようにしてほしいですよね。去年が21本打ちまして、はい、あのダイヤの中では最も多くホームランを打った選手なんですが、はい、まあ、20本は打つでしょう、打つと思います。そうですね、はい、まあ、大監督あたりの期待ですと20本というのは最低のラインかもしれませんね。そうですね、あの望む、はい、ラインとしては、まあ、僕はホームラン20本というよりそのやっぱりランナーを得点圏に置いて、なるほど、打ってほしいですよね。得点圏打率、はいはい、打率っていうか打点ですよね。打点、はい、あ、打点をたくさん上げてほしいですよね。なるほど、はい、だそれだけの素質を持ってますからね。そうですね、反対にホームランホームランで狙ってしまえばあの調子も悪くなってくるしアベレージも下がってしまう、はい、自分の打球を足に当ててしまったバッターの4番の田中、低め打った後ちょっと痛そうですね。そうですね、
まあ、僕も経験ありますけど、自打球というのはもうスイングの速いバッターほど痛いですからね。あ、そうですか、はい、打球の速さが違いますからね。あ、やはりね。あ、そうですか。でも田中君の打球なんかすごい速いと思いますよ。やっぱりそんなもんですかね、はい、スイングが速ければ打球も速いし、速ければ当たった球も痛いということですか。はい、そうです。だ今はみんなそのね、あのカバーしてますけどね、足、うまいぞ。一塁させばファインプレー。ナイスファインプレー。井口、素晴らしいプレーを見せました。見事なプレーです。もう一度ご覧いただきます。これは田中はヒット1本損したという感じですね。そうですね。こっからがまた早かった。今ちょうど井口のバッティングの、ね、話をしていたんですが、藤本さん、はい、井口としてはあのバッティングだけじゃなくて、私は守備もいいんだぞという、そういうプレーでしたね。そうですね。守備も本当にいいですからね。いいですね。派手なプレーはしないけど、はい、その堅実なプレーしますよね。開幕戦でもいいところで飛びついて取りましたからね。そうですね。今なんかは随分ピッチャーを助けますね。そうですね、はい。まあ、工藤君もこれで調子よくね、はい、乗っていってほしいですよね。そうですね。しかもこの回の先頭バッターでしたからね、はい。井口のファインプレーでワンアウトを取りました。マウンド上の工藤。藤本さんがおっしゃっているように、今の球なんかは139キロで、工藤としてはそんなに速い球ではないんですが、空振りしているあたりは、あるいはシャープに伸びているかもしれませんね。そうですね。切れがいいんでしょうね。でしょうね、はい、落としました。昨年はファイターズ戦では登板しておりまして、おととしになりますが9月の9日ちょうど朝陽の節句になるんですが、その時登板しました。それ以来のファイターズ戦先発です。登板です。2アウトですから、おととしですから、藤本さん、はい、平成9年9月9日ということで、はい、スリーライン、サンキューベリーバッチという。そうですね。そういえばそういう言葉はずいぶん言いましたね、おととし、はい、私たちも何か思い出しますが、その時あの勝利を握っている7対3で勝ち投手になっている工藤なんですが、それ以来のファイターズ戦の登板です。の新外国人スイッチヒッターのフランクリン、試合前の王監督の話ですと、天井の方を向きながらアッパースイングするけども、なかなかヒットを打つもんなということなんですがね。まあ、まだわからない外国人ですよね。そうですか。未知の部分がいっぱいありますか。はい、日本ハムっていうのはその外国人が活躍するんですよね。そうなんですよね。まあ、今ウィルソンですか、がちょっと怪我をして、はい、ちょっとファームの方に行ってるんですかね。ウィルソンは左膝痛めまして登録抹消。2&2 手術をするかもしれないんですかって言ってました ね、はい、するとは決定してないんですよね、はい。でも日本ハムにとっては痛いですよね。痛いですね、はい、今シーズン一シーズンダメかもしれませんもんね。今ファールを打ちました。その前のあの大きなカーブ、今日は決まっていますね。そうですね、落差がありますからね、はい、バッターからすれば最初ボールと思うんですよね。ほうほうほう。オリックスにも星野君っているんですけど、はいはい、星野君のカーブもすごい曲がって、もう最初ボールと思ったらストライクに入ってくるんですよね。
見逃し三振、外角いっぱい。2回の表終わりました。0対0です。これから2回の裏、ダイエーの攻撃は4番の小久保から。この間の時の、6日の登板ですか、はい、あの時から比べると雲泥の差と言っても過言でないかもしれませんね。そうですね、今日の工藤、はい、もう実績はありますからね、だからもう悪かったら悪いなりに抑える、良かったら良かったらもうそのイケイケで行ってしまうという感じの投手ですよね、はい、だ今日は、まあ、真ん中あたりですか、良くもなく悪くもない、まあ、僕とすればスピードが144出てほしいんですよね。だからまあ真ん中ぐらいで行ったんですけど、大栄のキャッチャー城島もどちらかと言いますと勢いに乗っちゃうといけいけっていう感じのタイプじゃないですね。そうですね、でもその相手チームからすれば反対に嫌なんですよね。あ、そうですか、はい、2回の裏4番の小久保から。両投手が好投しておりまして、両チームまだ1人もランナーは出ていません。